ブリケット加工された葛炭、ドイツハンバッハでの葛炭露天掘り風景。ケルンの製法に多数存在する、これらの露天掘り鉱山は、採掘終了後は巨大な人造庫になる予定。一方で、景観破壊、住民集団移転も問題になっている。葛炭とは、石炭の中でも石炭角が低く、水分や不純物の多い、最も低品位なものを指す。ただし、 炭のごく一部に黒玉として沈重されるものも存在する。炭は通常暗褐色から耐価色を呈する。より高品になれ規炭に比べアン炭が多く、水分、腐食酸、酸素に富む。海分の割合は三炭地によって様々である。水分が重量の半分以上を占めるのが特徴である。これは炭の最高溶石が大きいため、 水分が滲み込みやすいからである。酸素間の大きも多いため浸水性が高く、水分と水素結合しやすいので水分が多い。産地により雑多な化合物が多く、活炭の成分は非常に多様である。日本では活炭ワタンと呼ぶことがあるが、これは行政上の用語であり、学術用語としては用いられない。炭素の少なさと水分の多さにより、発熱量は低い。 活ンの熱含有量は、水分やミネラルを考慮しない基準で1 0 m j キログラムから2 0 m j キログラムである。その水分量のため、重くてかさばり輸送コストがかかる割にはエネルギーをあまり生産できず燃料としてのエネルギー効率は悪い。また、空気中の酸素と化学変化して自然発火する恐れのある肝能元が多いので、保管、輸送には適さない。 その上、乾燥すると粉末状になり、粉塵爆発の危険が生じる。このため、保管、輸送する際には、ブリケット加工を施して、空気との接触面積を小さくする対策が必要になる。これらの手間を省きビジネス上の採算を確保するため、採掘地付近に火力発電所を建設して、そのまま燃料に使われることも多い。その他、第四級。 アンモニウムカチオンと化学反応したカッタンは石油などを掘削する際の掘削泥水に混ぜ液体の損失を少なくするために使われる。カッタンは輸送効率とエネルギー効率の悪さから高品異端に比べ世界市場での取引は少ない。また露天掘りのため自然環境を破壊することや無塩炭を燃やす工場や発電所に比べてカッタンを燃やす 施設の二酸化炭素排出量や倍延が多いことから環境負荷の大きい活炭の使用は欧州などでは政治的な問題ともなっている。ドイツは長らく採掘量で世界一の座を占めてきたが2018年政府の委員会の報告書の中で活炭の採掘を段階的に削減していく方針を打ち出している。一方で 世界の石炭埋蔵量の半分を活ンが占めることから採掘地での発電以外の利用を図るために活ンから水分を取り除くなど輸送燃焼の効率を上げるための改良技術も研究されている。また石炭ガス化複合発電においてガス化した活ンを用いて発電コストを低く抑える研究も行われている。オーストラリア南東部ビクトリア州 ラトロブ氏の閉鎖された合体港では日本が協力して水素を取り出すことで再生を目指すプロジェクトが進んでいる。ありがとうございます。